い月すようん、募集もしてね、いいよね、これは。できる、できる。いやー、かった、わかった。できたね。さあ、今週は、そうね。なんかそっか、やはりは、いったね。あ、黒くなってるもんね。そうですね。俺、肌黒いでしょ。すごいよね。うん。この時期に黒くなるってね。そうでしょ。うん。うん。どうしたのあまま、コウジ君、 言い方とガムガムの方。ガムの方行ってきてるんだよね。ちょうどこう急に、あの、一つ仕事がですね、ちょっと飛びでね、休みがあったんだけど、その間が仕事だったから連休じゃなかったんだけど、その仕事がポッとなくなって、連休に突然なるということが、年に一回二回あるじゃない。ありますね、そういうこと。これはちょっとどっか行かなきゃと思って、グアムの方に。 うん、ガム。ゴルフ市。うん。ええ。ゴルフしに。ええ。いいね。行ってきました。うん。うん。最高でしたね。すごいよな、急、急遽うん。だもんね、あの連休も。そうそう。それでもうガムに。ええ、行きましたよ。行けた最初チケット取れなかったんだけど、突然開いた。やっぱそれも。うん。なんかね、ラッキーで。へえ。行きも帰りも、だからそれ多分、同じ、え、日程だったんだろうね。 うん。土曜日行って、月曜日帰るみたいな、多分その、一帰りの。キャンセル出した人が、多分全く同じ、だからそれがポップと会いたて。普通なんか行きなきゃけど帰りとか、あるじゃないとかあるじゃない。完全に開いたらしいの。で、それは一人一人で行った二人で。えんえ二人いやいや、友達と二人。あ、二人。友達っておかしいだろそれ。え仲のいい友達。ん仲のいい友達うん。え、結構、そう、いたのそういう。え いや、仲のいいところ友達それない恋人みたいな恋人未満女じゃないから。<あ><男>女じゃない男ね。男と行ったの男二人でそうだよ。グアムにそうだよ。だってゴルフだもん。えー、ナンパじゃないのそれ。あ、でも、グアム行くの。グアムはナンパよいや、俺そんな知らなくて、七八年ぶりだからグアム、グアム行くの。うん。多分、おぎと行った。 俺最後、おぎが最後じゃないのおぎが最後ってどこ <laughs> 最後の男みたいな。最後の男みたいな。え何俺、何がグアムグアム。サマーズと言ったやつえサマーズとグアムなんか行った行った。サマーズとグアム行ったじゃん。行ったかあのー、あなんかあったね。あったでしょあ<ー>ゴルフしたじゃん、一緒に。あ、した。 あれが最後かなあれ5、6年前なんかその5年ぐらい前だろあれ。あんまりだからプライベートでグアムって、うん。一回しかないのね。うん。それは昔彼女と行ったことがあるのね。うん。グアムサイパンって。はそれは10年前ぐらいに。うん。はいはい。だからあんま、気らなかったんだけど、うすごかった。行ったらナンパしてた。ナンパはそうですよ。すごい。もう行く前から、なんか、 男同士とか、うん、なんかさ、男、女同士はわかんの、うん、なんか。まあそれはどこの国でも、女同士あるもんね、うん、国内でもね、うん。女ってしかも3人で行くの知ってる、うん、なんだっけ、その説。女って、うん、その時々、小学校からの大親友の、みたいなのがいるんだけど、うんうん、基本的には女っていう人種はさ、 ほら、付き合いがみんなこの浅く広い。浅いよね。あの、人種じゃない。だから、二人では行かないんだって。そこまで仲じゃない。そこまでの中じゃないか持たないね。だから三人なんだって。本当に三人が多い。あ、そう、実際。そう。で、男も、だからまあ女はわかるんだけど、男も、二人組、三人組、四人組、五人組みたいな、が、いっぱいの。なんでと。うん。俺ゴルフだから、まあ、いいよ。 まあまあ、男同士でもは。まあね、やることがあるからね。あるから。うん、男同士でグアムってあんま選択肢ない。なんかディズニーランド男同士で行かないのと一緒で、グアムもなんか南国だからね、なんかおかしいよね。おかしいよね。うん、でもいっぱいいた、あの、行きの飛行機から。そうなんだよね。あれこれなんかすごいぞと思って。行きの飛行機でだってお前、親子かな。四十、うん、50ぐらいの子と、人と20歳ぐらいの娘かなんかが、俺に、 バーンと走ってきてさ、うん、もう、写真、うん、すいません、大ファンなんですよ大ファンなんです小木さんって言ってきたからね。<laughs> 嘘つけっ,つって言ってたけど。<laughs> いや、もう嘘つけ <laughs>。いや、ファンなんですよ、わかんねよ。うん すいません、ファンなんです、写真撮ってください、とかはあるそれで間違ってるの。台つけちゃダメよね。台つけて、小木さんはダメでしょ絶対ダメだね、それ。うん。大ファンなんです、小木さんって言ってきたファンって言ってくんのは嘘だもんね、全部ね。ファンちっちゃいけないよね、だからね。うん。いやだから、確かに。あるよ。うん。えっと、アガヌラジオネームガヌボン、アガヌボンのアド。うん。うん。 小木さん、やはさん、こんばんは。初めてメールします。うん、今回なぜメールを送ったかというと、うん、僕の海外旅行中にとても素敵な出来事が起きたからです。うん。そう、なるほどね。うんうん、今回僕は人生初飛行機、うん、人生初海外で、グアムに行ったのですが、うん、宿泊先のホテルのプールでのんびり過ごしていると、うん、そこになんと、やはさんの姿が、お あまりの興奮に話しかけることが精一杯で、上手に話できませんでした。緊張のあまり、バナナムーンから聞き始めて、メガネビー機も聞くようになりました。覚えてる覚えてる。という、といういらない情報まで喋ってしまい、もっと違う話をし、話をすればよかったなと後悔しております。ねえ。こういうことですね。写真もありますよ。おこれだ。へえ。覚えてる覚えてるよ。まさに。 あのーってラジオ聞いてますって、まず言ってきたの。まあ、大変、クソメンだもんね、これね。ラジオ聞いてますって言った後に、あのー、もともとはあの、バナナムーンからなんですけどねって言ってで、ってきたかわからんん言っちゃいがちだよね、そういうね。そかね。と。うん。はあで、27時間のラジオも、聞きました。って言ってた。こいつだ、こいつ。これかこれ、俺が下でいた時だね。 へー。うん、プール行ってんだよ、これ。ゴルフ終わったとそう、ゴルフ終わった後に、えーうん、2>, 2時ぐらいに帰ってきて、そっから、プール。うん。うん、クソメンも行ってたね、グアムにね。いや、クソメンだらけだったよ。これ、音、これ、これ,これえーと、アガヌボンの後っていうのは、これは男同士だったのかな男同士、男4人ぐらい。あれナンパだじゃん,、うん。で、俺がこのプールがあって、その前にビーチがあるんだけど、ビーチにいたの。知、うん、たらやっぱさ、うん、すごい来ちゃうの。 何が男も女も写真撮ってくれっつって。ガムってそういうとこだからね。そう,そうそう。うん、でも全部撮ったの。お<ー>で、お<う>ここの横に、うん、あれもね、七八人ぐらいの男の集団がいて、うん、結構画体も良くてさ、う,ん、もう若いしけど、うん、あ、スポーツ部の子たちなんだなとなんて思って写真撮ってあげてワイワイなんかやってたら、すぐ俺の横に陣撮っちゃったわけ。<laughs> そいつらが。うん、それで あの、仕方ないから話しかけてたわけい、うん、随分、体格いいけど、何大学のなんか、スポーツのね、ね体育会系の立場乗ってたら、うん、ゴルフ部ですっていうの。